佐藤健介頭で落とす、縦に入れます、さあ山下、山下、山下だ、山下、ここでここで山下が決めてきた。山口先生、いや素晴らしいですね。まあここで佐藤選手がテンポを変えたドリブルから外も出せるような持ち方するんですよね、はい。まあ、それによって内側で、体を開いて待っていた山選手がハーフターンしてゴールを見た状態で駆け引きできたのが大きかったですね、まあ、そこから右足で、ワンステップ踏むことによって相手の重心を中に送り込んで左足